事務所は、はい、募集中です。辺の処理だけして。そうです。そうです、待ち合い。10時半の、はい、すなやです。はい、2階へ分かります。あ、参ります。よろしくお願いします。皆さん、お疲れ様です。はい、皆さん、実に自分の、僕の実にって入れますか？入れます。あ、よろしくお願いします。お願いします。今日、契約書前田と申します。よろしくお願いします。伊藤と申します。すいません、前田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、自動事故説明書になります。はい、宅地建物、建物賃貸借重要事項説明書ですね。で、お通欄、所有権以外の権利に関する事項といたしまして、4番、物件敷地が借地の場合という言葉ですけども、こちら基本的には入居者さんの方さほど影響ございませんので、まあ大丈夫ですね。で、店舗過去美容院の用途でお願いいたします。あとご注意いただきたいのはここですね。ですので、例えば今日お出しすると6ヶ月後の15日までのやつ、借り主は、貸主及び管理会社より指定された看板スペースのみ、周辺住民近隣テナントから借り主の営業等、契約は契約期間の満了、中途解約または契約の解除による、火災保険の話、第3のプランに、明日からの契約式で大丈夫ですかね。はい、うん、私はこれで設定。はい、ありがとうございます。サインだけ、はい、今日の日付とサインでお願いいたします。手届け提出書をお願いしたんですけど、5万円で。で、黄色の枠内を全部ちょっとご記入いただいて。はい、しました。で、あれですね、代表で釈迦様は菅谷様で。いや、あと2人。あ、2人。2人の名義。はい。じゃあ、オーナーさん、元気ですか？元気です。合ってますか？今度、あさってご飯に誘われて。じゃ今度、一緒に。ぜひ。初め、菅谷様の免許証見て、ちょっと怖いって言ってたんですけど、あの後ネットで調べたら、まあまあイケメンだったから、よしとするわって言ってました。イケメンが好きなのね。今の年収がざっくり分かれば、ざっくりでいいんですけど。ちょっと目ちょっと。調べないんで、ざーっとして今日ちょっとまあ、見てもらったりとかまたして、はい、もしかしたらそれ工事会社の人から連絡行くかも。はい、はい、配偶者なしで大丈夫ですか？配偶者は、はい、募集中です。ちょうど左側に見てください。配偶者年齢層相当高いらしいですよ。またご連絡だけ、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと喋れるかな。大体俺敷金で返済っていう感じだったんで。本当ですか？6ヶ月敷金以上ですか？だんだんなんかもう土地感が分かってきました。あの木が生い茂ってるここの2階です。ここの上です。すいません、ちょっと野田さん、野田さんすごい忙しいです。借りて、借りといていいですか？はい、渡します。はい、お願いします。あれ、1本だけですか？そうなんですよ、1本だけなんで。そうですね、キーボックスけたかですね。この辺に、はい、行きましょう。敏腕、敏腕、僕、塩川屋もやってるんで。いや、全然行きたいと思います。あ、お、すげえ広い。ああ、1台じゃちょっと心もたないんで、2台に入れようと思ってて、
ここに置くぞ。はい。ああ、なるほど。で、エコキュートってタンクと室外機みたいなものにあって、向こうに、はい、シャンプーのエリアということで、うん、これ図面初めて。あ、見ました、見ました、見ました。シャンプーエリアということで、ここに2台と、はい、ここに2台、はい、あ、ここだけ、あ、なるほど、そこから上がる。下げといて、上がる。ここも、はい、6枚、溶けないして、シャンプーとかを見ましょう。はい。あ、分かりました、分かりました、ということで。もともとこれは、サイバーマシンは、まあ、来年ちょっと大問題ですから、ね、早いかな。はい、一応、まあ、あの床がちょっとチャコール系の、うん、まあ、ダークグレーみたいな感じですか。そうですね。シャンプーエリアはこんな感じです。テーマはベルリンなの。皆さんが使ったベルリンから。はい、ランドリーマネージャーの、和樹です。お願いします。まあ、教育型の委託さんなのですごい新しいなと思って、で多分時間の融通も効くし、まあ、収入も多分安定するだろうし、で学べるってところが今まで他に多分全国行ってもないと思うんで、みんなが幸せになれるサロンになるかなと思います。でワクワクしてますね。こう式さんとかであんまりやってないバレエアージュとかエアタッチとか、ショートの切り方とかっていうのを今後伝えていきたいなって思ってて、で僕自身もなんかこう働くみんなから学んで吸収できたらいいなと思ってます。一応やってからの方がいいなと思う。で、そこ塞いちゃって大丈夫かな。そう、ここは止まんないらしいです。あ、そうなんです。はい、ここは多分はなんかハンガーラックとかそういうもので、そうですね。あのキャスター付きの、まあ、カーテンつけてという感じです。こっちですか。つけなくていいか。あっちです、ね。こっちから見えますよね。あとロッカー。ロッカーがいいかもしれないですね。そうです。確かにロッカー、鍵付けロッカーを見えないですよね。カーテン閉めると。10個以上。入るかな。12。絶妙なサイズ感。多分逃さないで入れてくれると思います。でもあれですよね。多分結構いるんですよ、高さで。あ、そうですね。上着入りだと。そうそう。だから、あとはちょっとエントランスは今これ木目のシートを貼ってるんで。はい。ベルリンのイメージだとどうですか。ベルリンだと緑なんですね。ああ。じゃあ緑。イメージは緑。仲良くします。わかりました。イメージ。そうですね。タイルってこれ、これ椅子が、はい、多分上がらない人がいいですよね、僕らの雰囲気だと。半分個室じゃないですけど、一面がスタッフルームなしに外で食べてもらうか、全部。まあ、でもスタッフルームあった方がコミュニケーション取れますもんね。ちょっとここも、光入りますね。本当だ。これ塗った方がいいですよね。そうですね、白くここ塗った方がいいかもしれない。絶対違う。なんだろう。11月の2、3週間。エアコンってちょっとわかんないですけど。もう壊れた方がいいってオーナーでしたっけ。オーナー持ちなんですかね。エアコンは前の内装屋なのかオーナーさんなのかで、エアコンの場合は来てくれたら。やっちゃったかな。ドライヤーが全然回ります。で、あとはちょっとこの床を、床どうしましょう。床は、はい、どうしますか。オーナーさんに送った内装イメージというか。ちょっとこうあえて躯体を見せるというか、はい、でもこれはこれで良しなんですよね。ディスプレイで、うん、じゃあまああの辺の処理だけして、そうですね、あの出っ張りとかなくすぐらいで、基本床はこれぐらいのむしろ僕イメージなんです。多分ちょこれ完全に動かなくなるんですけどいいんですよね。はい、基本的に動かなくなって大丈夫。岩にガラスがいいんですけど、でできたらあれはあんまこうちっちゃくなくてでかい方が良くて、はい、あのファクトリーも結構大きいのばっかりだったんで、一応それでちょっとこれまた戻って、ガラスはちょっと危ないですよね。いっちゃいます。
っちゃう。行っちゃいます。どれがいい。こっちだとちょっと世界観的になんかダサいですよね、うん、これぐらいのなんかプレートとかな平均的な人が多い土地だと思うんでチャレンジしやすい地域なのかなとは思っててなんかここでできたら全国的にも行けるんじゃないかな。